ここのね場所っていうのはもともと代々先祖代々住んでた土地であり家なんですけど、もともとこの建物は離れでおばあちゃんが住んでて、でもう一個別に母屋、2階建ての大きい家があります。まあ今ちょっとガレージにしたりしてるんですけども、妻とね結婚する時に、こちらの家が空き家になってたんで、空き家のまま置いておくのはもったいないということで、自分でリノベして住むことにしました。もともとね僕の父親がね、例えばクラシックカーとかも好きだし、アメリカから家を輸入してきてね、で自分で建てるみたいなことをしてたんで、で自分自身も、ガレージを建てるような仕事もちょっとしてたんで、完全な大工さんではないんですけども、ちょっとした心得があるんで、自分でもできるなっていうのが漠然とあって、それで、自分でリフォームすることになりました。壁の腰板とかは杉板を使ったりとか、そういうちょっとこうざらついた感じになるような仕上げが好きなんで、そういうところですよね。でこういうテーブルなんかも、木材で合板とかじゃなくてね、木材とかちょっとしたこう一番手で触れるようなところとか床とかは、オークとか広葉樹の木を使うっていう風にしてますね。家具とかね、天板は木を使うで、足は鉄を使うっていうスタイルでやってて、で、木だけでやるとね、ちょっとこう何て言うかな、ちょっとぽってりしてしまうんで、スマートな足で、で僕らバイクやってるんで、バイクのこうフレームの作りとかそういうようなイメージで、作るようにしてます。僕はプロの家具作りでもないし、家具職人でもないし、で大工さんでもないんですけど、やっぱりなんていうかな、自分でやるから自由な発想でできるし、で素人の考えでなんかこうなんていうかな、教えてもらったことじゃないやり方でやってること、多分怒られるようなやり方もね、結構多々やってると思うんですけども、違うアプローチでね、こう違うデザインのものを作っていけるっていうのがやっぱり面白いですね。でその型にはめられたものじゃなくてね、自分の発想で作っていけるっていうところがやっぱ面白いと思います。冬場は植物を家に入れないといけないものがたくさんなんで、こっちに全部移動して、そしたらなかなかいい感じの植物園ができたんで、じゃあブドウでも植えましょうってなってすごく美味しいブドウができるんで植えてよかったし、比較的簡単というか何もせずに、ね、そう、何もせずに育ってくれる強い植物なんで、子供たちも大好きですごく美味しいし、で自分で取って食べれるっていうのが子供が嬉しいみたいですね。そうですね、だんだん良くなってきている感じで、子供が大きくなるにつれて大きさも変わってくるんですね、子供の大きさが。そしたら今までの部屋がちっちゃくって、そしたら増築してってなって、だんだん収納も増えていくし、すごくその家族と一緒に成長していく家みたいな感じで、すごく快適には
進めてますね。あ、ちょうどこの大きい建屋があるん でやっぱりバイク好きとか車好きの、ね、人の中のイメージでガレージに住むみたいなね、そういうのがやっぱ憧れっていうのがあって、で自分の中ではやっぱそのこうガレージハウス的な古民家にするっていうのがやっぱり一つの、目標というかね。で、まあ、今40歳なんですけど、60歳ぐらいになった時にそのガレージでのんびりこう自分の好きなことができてたらまあいいかなっていうのが最終目標っていう感じですよね。やっぱりインターネットですよね。っていうのもやっぱり15年ぐらい前ってまだこの辺でもそういうのがちゃんとこう整備されてなかったんですけど、やっぱりそれが整備されることによってもうバイクの部品であろうが何でか翌日に届くっていうのはこう驚きですよね。でまあ僕はあの発信する側で YouTube とかまあ Instagram いろんなことやってるんですけども、やっぱりどこにいてもそういうみんなにいろんなことを伝えれるっていうのがやっぱりもうガラッと変わったなっていう風に感じますね。私もパンの粉とかやったら全部インターネットで頼んでるんで、もうなかったら生きていけないですよ。うまくいってもいかなくても自分でやったことだから結構納得はいくんよね。で例えば僕 のこういうのでもちょっと隙間があるとか、なんかこうちょっとうまくいかへんかったなっていうことはやっぱ多々あるんやけど、やっぱり自分でやってたらまあこれも味かなって思えるんで、あんまり構えずにね、こう自分のイメージを作って楽しんでやるっていうのがいいんちゃうかなと思います。暮らし屋投資いいよ。